院に俺ミャンマー語を習いたいなと思っていて。なるほど、ミャンマー語講座的な。そう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 。あ、リンガラーバーユーヤバーカミヤ。そう、おいいじゃない。じゃあもう一つ、ミャンマーで使う、なんかこれ覚えといたらいいよっていうのなんかある？じゃあ一番最初にみんな挨拶の流れで、なんかそのミャンマーの文化的にご飯食べたってよく使うもんね。ご飯食べたっていう？そう、ご飯食べたって、っていうのがなんか一番最初のなんていうの、こう英語で言うようさみたいな。ああ、そう、調子どうみたいな。調子どうの代わりになんかご飯食べたみたいなことをよく言う。だからそのご飯食べたをじゃあ覚えよう。それが一番最初に、それを覚えておけば結構通用するって感じね。通用する。はいはい。タミンサーピービーラ。タミンサーピービーラ。そう、すごい。おー、マジで今の結構良かったよ。あ、本当に。タミンってのは、まあ、ご飯のことを言うわけです、うん、白飯としても使える。ご飯で、これが食べる。サーが食べるな。そう、サーが食べる。サー食べる。ご飯食べ終わりましたかみたいな。あー、なるほどね、うん、ご飯食べ終わりましたか。タミンサービービラ。タミンサービービラ、うん、あ、もう何回も会ってる人とかだったら、うん、ちょっと年上、メグラバクメア、タミンサービーラクメア、タミンサービービラ、タミンサービービラカミア。ここにまたタミアってつけるとまた本当によりいいんだ。丁寧なんだ。カミアが結構ですますつらいな。そうそうそう、もっとなんか丁寧語なんでございますまでは言わないけど、あー、なるほど。タミンサービービラ、タミンサビビラ。お、いいじゃん、いいじゃん。タミンサビビラ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 。そう、めちゃくちゃいい。あ、なるほどね。そう。あ、今の、タミンサビビラ。あ、これはなんか俺も使える気がするわ。使えるでしょ、これは。使えるでしょ。これってどんな時使うの？もう、あ、会った瞬間？会った瞬間、まあちょっと、まあ普通にじゃなくて、じゃあ俺らが会ったとしましょう。うん、会って、で、それで、普通に会話してて、その中で、じゃ俺がここだけミャンマー語に入れるわ。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、いくよ。いいよ。おー、ユーヤ、メグラバー。メグラバー。メグラバー、カミャン。メグラバー、カミャン。あ、まあ、ためだからそのカミャン使わない。おー、久しぶり。ね、久しぶりだね。キムサビーだ。おー、とかっていうこと、わかる。なるほどね。そう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 。あ、なんか一言あって。なんか一言あって。ご飯食べたみたいな、うん、超自然な流れ。超自然だね。でしょ、これで入れるわけですよ。あ、なるほど。今のはじゃあ友達じゃん。今の友達、友達じゃん、はい、なんか彼女とかだったらどん雰囲気変わるのかな。あー、ちょっとなんか優しくなるのかな。ちょっとやってみようよ。おかしいよ。ゆうこ、おはよう。おはよう。あれ、なんか、ウィン、今日どうしたの？いや、昨日全然寝れてなくてさ。大丈夫？大丈夫、ありがとう。トミサビだ。あ、全然違うよ、今の。やばすぎる。何と違うんだ、俺も分からん。ちょっと優しいよ、心の中が。あ、なるほどね。あ、いいじゃない、いいじゃない。いいじゃない、じゃない。すごい。恥ずかしいよ。普通に。どういうこと？恥ずかしい。でも、その顔もいいわ。トミサビビラ。じゃあ今日の最後に、俺もさ、うん、ミャンマー行ってさ、なんかいい人に巡り合うかもしれないじゃない。今後ね、今後よ、わからないじゃん。そうなるかもしれないじゃん。いや、本当に思ってる、それ本当に思ってる。俺ミャンマー行くんだから。そうなった場合にすごい綺麗で、すごい可愛らしい子に会った時に、俺どうやってアプローチしたらいいのかなと思って。あ、なんか告白じゃないけど、はい、なんか誠実さが伝わるような人もね。そうそうそう、はい、女性にどうやって声をかけていけば気持ちが伝わるような一言が知りたいなっていう。なんだろうな、どういう一言がいいかよ。あ、例えば、うん、好きですとかでも言えるし。あ、じゃあやっぱ好きですっていうのは俺もちょっとさ難しいから、うん、ちょっとさっきのご飯っていう
なんだろう、使った、まあ、ご飯に誘う一言。あ、じゃあ、終わった。今夜空いてる？あ、今夜空いてる？今夜空いてる？ご飯食べに行こうよ。あ、いいじゃん。いいね。じゃあ、もうすごい、本当はもうちょっと、うん、なんていうの、長く言うんだけど、キュッとするわ。あ、オッケーオッケー。覚えやすいよ。そうそう、覚えやすいし、だけど意味もちゃんと伝わるし、うん、あ、いいね、さすがウィン先生だわ。任せてくださいよ。教員免許持ってません。持ってないか。今持ってると思った。持ってると思った。わかったわかった。よし。はい。はい。はい、行きましょう。これ。まずは読んでみよう。カタカナでいいから。カタカナで。はい。あ、ディニャアーラ。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 アトゥタミントゥワサメレ。あー、いいでしょ。はい、というのと言葉覚えるのちょっと面白いね。面白いでしょ、うん、はい、じゃあ訳していきましょう。今夜空いてる、うん、一緒にご飯、食べに行きましょうみたいなイメージ。ディニャアーラ、ディニャアーラ、あれ、うん、そこが難しいな。ディニャアーラ、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 アトゥタミントゥワサメレ。そうそうそう、トゥワサメレ、トゥワサメレ。そう、いいじゃん。ゃ ちょっと面白いね。あの、せっかくだからゆうこ誘ってみてもらって。あの、シチュエーション何にする？予備校で、一、うん、回授業が一限終わって、うん、休憩になりました、うん、その後ずっと気になってます、うん、で、そこでやっと自己紹介して今夜誘ってみよう、いきなり。あ、いいね、いいね、はい、ゆうこ誘ってくれる。ゆうこ誘います。いいね、行きます。はい、今日の授業はここまでです。みんな、ね、みんな、ばっけんね。あ、ちょの왜막으면와디냐알아그래조심히떠서안되네かっこいい。かっこいいのかな。いや、かっこいい、かっこいい。本当に、なんか誠実さが伝わるっていうか。本当はね、もうちょっと足したいんだよね、言葉。なるほどね。使うワードがね、ちょっと少ないから。でもまあ、うん、それはまあ徐々に徐々に増やしていきましょう。例えばいい、ね、今のだけだったら流れで、あ、すいませんとかっていう、うん、じゃあミグラバー、あの、お名前なんて言うんですかとかっていうのも、うん、次回そこにこうどん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 加えていくっていう。あ、ゆうこをご飯に誘うっていうのを常にやろうよ、じゃあ。あ、いいね。言葉を足してって間に。あ、今後ね、全然つなげていけるかな。今は本当にいきなり来てご飯どうですかってなっちゃったけど、うん、そう、今日学んだこと、うちのディレクターゆうやくんには、ゆうこっていうミャンマー人になりました。わかんない。とりあえずびっくりしたのが、ゆうこは意外とミャンマー語がうまいということを今日分かりました。今日も皆さん見てくれてありがとうございます。ちょっと座りっぱなしであれでしたけど、ぜひゆらりと見てください。いいねとチャンネル登録よろしくね。タッター。これちなみにミャンマー語でバイバイって意味だからね。タッター。